はい、モニコです。今日ね、これなんやろね。これ実はエブリィのヒューエルリート、要するに旧古の蓋ですね。ヤフオクで中古で買って、でこれをね、ちょっとまずね、ちょっとカスタムする前に汚れを落としていこうかなと思います。今回はちょっとね、これ、コメリセレクトのコメリっていうホームセンターの水垢汚れ、シブアク洗浄剤、これちょっとね希釈して使わなきゃいけないんですけど、今回ちょっとねこのままダイレクトにちょっと噴射して、で 1,2 分置いてからちょっとたわしとかそういったもんで歯ブラシとかで磨いていきたいと思います。1分ぐらい経ったんで、ちょっと一回ちょっとこすってみます。ちょっとさっと水の中でしてみましょう。まあ綺麗に取れたかな。ちょっとね、まだちょっとこす足りてないとこもありますけど、まあ程度いいとしましょう。で、これもね、ちょっといきます。たわしの毛が、これ例えばメラミンスポンジで。ただアクリル板をこうねするだけではないカスタムをやろうかなと思ってるんで、ちょっと見ていってください。はい、ということで、できました。あるもので、このねアクリーサンデーのこのアクリル板は買いましたけど、まず、これがリューター粉飛ばない箱と、リューターの粉で目がやられない箱を作りました。で一応ここね、こういう感じでね、手をこう通して、こっち側のね、なんていうんですか、こういうふうにね、外に出ないちょっと工夫、養生テープでしました。で結構透明度もあるんでね、なかなかいいかなと。でただね、ちょっと欠点があってね、商品どうやって入れんねんっていうね、どうやってね、これどうやって中入れるみたいなね、それをね今ちょっとこの動画撮りながら思ったね、これ全部これテープで止めちゃってね、これどっから入れんのみたいな、どっから入れんのみたいな感じね、ここから入れへんやんみたいなね、ちょっと感じになっちゃったんでね、ちょっとどうしようかなって今ちょっと悩んでます。はい、ということで、無事、中に入れることができました。あら不思議、手品みたいな感じだけどね、ここをねちょっと開けました。ちょっと見えますかね、ここでパカッと開くようにねしました。はい、じゃあね、この一応ね金属が切れるやつ、これついてたやつ、これでねちょっと試しに切ってみたいと思います。ちょっと怖いけどね、怖いっていうか
まあ切れそうな、ちょっと低速でやってみましょうか。とりあえずちょっとやってみます。切るかな。まあでもやってみる価値はありそうやね。じゃあめっちゃ狭いからやりにくいけどね、自由度が効かない。ちょっと頑張ってみます。あ、いけそうやね。止まるね、やっぱね、パワーがない。もう一回、もう一回で。ちょっと音うるさいかな。うん、パワーがないね。だからもう最大でいかなあかんね。うん、止まった。試作第2弾、防音スポンジを入れて音を軽減してみたよボックス完成です。はい、今回はちょっとここもめっちゃ手抜きです。ここね、もうパガー開いてますけどね、パガー開いてますけど、こっち側も商品入れるようにね、これこう脱出庫できるようにちょっと一応広げました。ちょっととりあえずちょっと鳴らします。ん、おお、でも音がちっちゃくなったかな。あ、ちょっとマシやな。今ちょっとマシやね。うん、ちょっとマシやね。うん。なんかアマゾンでね、450円で、10枚で450円のね、これダイヤモンドカッター。これで切れるんじゃないかなって、若干ちょっとね。第2弾ということで、これちょっと試したいと思います。さあ再挑戦、ダイヤモンドカッターの刃に変えました。ダイヤモンドカッターというのか知らんけどね、そういううまいこといくのかどうか。このね、とにかくやりにくいです。はい、この粉ごと倍にするためだけに外でやれって話やけどね。じゃあ一回ちょっとやってみます。うわ、あ、やばい、植木ついてもた。ちょっと低速でやってみます。おもうちょっと深く持とうか。止まるな。ちょっとパワー全開で。あのね、歯がぶれる。もう止まりましたね。ああ止まるな。でもね、まだマシかな。はい、ちょっと最後もうこれがラストです。これね、一応ね、念のために切れんかった時用にね、ちょっとホームセンターで買った、一応金属、まあ鉄板とか切れるらしいんよね。うん、電動式ミニルーター2万ミまあ以下なっとうけどね、実はこれ2万1000万あんねんけど、うん、イニシャル D みたいな感じになってるからね、1万1000まできっちり回さえて、これ2万1000もあるんよね。まあまあ、いいかってなったけど、まあ、よしとしましょう。ということで、これラスト。これで切れんかったらちょっとしんどいね。グラインダーで切るしかないか。今、グラインダー貸しとんやね、人にね。ないんですよ。だからこのルーターで、実験してるっていうかね。ちょっとやってみます。これで切れたら、ちょっと、一応許容範囲内でやってみます。パワー不足やね、やっぱね。あのね、中華製よりも切れる。ちょっと歪んできたね。うん、だいぶね切れたけどね。はい、切るのに集中する、切るのに集中して結局切れました。この表面だけですけど、なんとか切ることができました。でこんな感じですね。
からちょっとね、もうあの作業集中したらね、ちょっと無言になるので、とりあえず今回ちょっとアフレコでいきたいと思います。で、まあこれバケツお湯ですけどね、お湯に、まあ水溶きですね、加湿器をしていきます。で、まあ400番のみで、まあ400番のみで加湿器をした感じになります。でもなんかね、アマゾンでね、なんか安いやつをちょっと買ってみたんですけど、まあ一回も使ってなかったんで、まあこれをね使って水溶きをやります。まあこういった作業はね、こう見とってもね、何の楽しいこともないんでね、まあこの辺はね、まあ、適当に見といてください。で、まあまあ、あの飛ばしてもらっても結構なんで、完成まで、あの最後の方まで飛ばしたらね、ちょっとね、さすがに一生懸命ね、あの動画編集してね、まあ細切れにいっぱいしてますけどね、やってるんですけどね。これちなみにね、これ板がねなかったからね、この中多分ね、これね、デッサン人形のね、ドライかなんかやと思う、100均かな、いや100均じゃないな、これは、いや100均か、100均のねデッサン人形ってあるじゃないですか、こう関節がグリグリするやつ、それの土台を使ってね、あの板がなかったんで、これをね利用して、ね、あのこう平坦、まあ、っすぐ途切れにして、まあ、ここからちょっと早くなりますけどね、まあ、もう適度に、まあ、結局ね、あの丸いやつはねめっちゃ使いにくくて、結局手でやってるっていうね、あのほんまあの木は何の意味があるのって話なんですけど、あと、まあ、丸子、まあ、丸ヤスリを使ってコーナー部分をね削っていくんですけど、まあ、これがね、まあ、意外とあのいい感じになるんですけど、結果このね、なんかあのこのリューターについてたやつでね、コーナー部分を削っていくんですけどね。でこれね、あの結構やっぱりね、中華製やからね、やっぱりあのしょぼいんですよね、うん、まあまあしょぼいのはしゃあない、まあ、そのね安物を使ってるんで仕方ないんですけど、まあそういうね、あの安いものを買って、まあレビューというかね、まあレビューはしてないけどね、レビューも兼ねて使えるかどうかっていうので、まあ、一応カットはできたんでね、うん、あの金属の、ね、この指の動きは、やらしいの、これの、まあまあまあいいとして、あのそのね、あのレビューをね、あのレビューがてらやったみたいな感じになってます。でね、これあのアクリサンデーのね、あのアクリル板、これがね、ちょっと材質が変わってるとか、表面が傷つきにくいっていうことで、ね、採用したんですけど、結構ね、こう表面を爪とかなんかちょっとね、ちょっと尖ったもので擦ってみたんですけど、やっぱり傷つきにくい感じでしたね、うん、これはすごい素晴らしいなと思ってね、まあ、とりあえずね、買ってよかったなと、まあ、これでよかったなと最終的には思いましたね。もちろんガラスがね、一番傷つきにくいはにくいんですけど、まあこれは自分でね、ちょっと買ってみてよかったなっていう感じですね。でここでね、これちょうどね、防音 の, あのパネルに使ってたな薄いアクリル板、うん、これをねハサミでカットして、文字をね、まあ型式ですね、エブリーバンドで DA17V っていう型式を、まあ、文字くり抜いて、下の表面にボンドで貼り付けるっていう作業をしてる最中です。
でカットしたやつは無水エタノール使って、まあ、脱脂をするふうにしています。ここはねちょっとねデザインっぽくしたい、まあ、ボコボコっとした感じにしたいんで、これも、まあ、細長く3本のラインを入れようかなという形で、今ちょっと大体の寸法を測って、様子を見てる感じですね。まあちょっとしたねその隙間のところをねこうちょっとデザインっぽくした方が、まあ、見栄えも良くなるしということでね、まあ、いろいろ適当に。でここでちょっとねヒートガンで当ててる理由がありまして、まあ、3本目の一番下がねちょうどねプレスラインがこう、まあ、折れ線があってね、そこでちょうど被るとこだったんで、下の3本目に対してヒートガンで温めて、まあ、曲げの加工をしてる最中です。そうしないとボンドがねきっちりくっつかないんで、まあ、これで綺麗に、まあ、曲げができました。はい、ここでね登場の、ね、みんな大好き密着論ということでね、染め球が出してる密着論ですね。で、まあ、密着性を良くするために密着論を吹いていきます。なんかね今安もって言ったらあれやけど、ニッペっていうメーカーの、密着プライマーいうやつも出てますね。それはちょっと試したことないんですけど、まあ、乾燥時間がねこっちは 2,30 分で乾くところを、あっちはね3時間ぐらい乾かさなあかんいうことでね、安い半額ぐらいで買えるんですけど、やっぱり乾きが早い方が作業効率がいいんで、やっぱり密着論かなって思ってます。でここで、登場がチッピングブラック、ラバーチップ塗装ってやつですね。ゴム状のね塗装ができると、で結構厚みが塗膜がね厚くなってねいい感じの塗装になります。で表面がねこう脂肪加工というかねボコボコした感じでね、でまあ、傷がつきにくいっていうのでね、それを採用してます。で自分はこれ結構ね、まあ、だいぶ昔から使ってるスプレーであるので、まあ、車の自分のホイールとかも、使ってます。昔乗ってたエブリィにもね結構ブラック、まあ、無塗装部分にはねこれで、塗装してましたね。これはねほんまおすすめです。まあ、1本アマゾンだったら1100円ぐらいで、市販普通にホームセンターで売ってる場合は1500円ぐらいで買えるんですかね、うん、まあまあアマゾンで買った方が安いかなと思います。で塗装するコツなんですけど、まあ結構ねもう結構俺ペタリ塗ってる感じなんやけどね、最終的には結構な距離 5,60 センチぐらい離してね薄めに塗れば
プツプツプツっていうのが残るんで、結構ね、そのムラにもなりにくいし、適当に塗っても綺麗な塗装になると。だからちょっとね、その距離感をね、うまいことこう調整しながらやる方が綺麗に塗装できるんじゃないかなって感じがします。でね、これまあ乾いたらねいい感じなんですけど、なかなかねやっぱりゴムなんで、そんなむちゃくちゃ早く乾くわけじゃないんですけど、まあ感じ的にはこんな感じで、今ちょっと話し気味にね塗装してるんですけど、パッパッてこう小刻みにね吹きつける感じの方が綺麗に表面は塗装できるかなって思います。ちなみに一応ホワイトもねなんかあるみたいなんで、まあ、白はねちょっと買ったことないんでどんな風になるのかわからないんですけどね、まあ、黒と白を混ぜてね使えばなんか牛みたいになるのかなという、まあ、牛から牛にしたいなっていう人はねいいかもしれないね、まあ、やっぱ 牛好きな人はね、それでもいいかなと思います。これが取り付けた状態になります。でこれで、蓋閉めたら、はい、ちょっとね白くなってますけど、こんな感じでいいのかなと。ちょっとなんか白っぽくなったけどね、まあでもまあこれはね、まあ取れるかなと感じで、まあまあパッと見はいいかなと。実際に何やね、こうパッと目立つもんかいと目立つもんではないような気がしますけど、まあ一応これで完成ですね、はい、全体的に見ればこんな感じですね。それにしてもちょっとテッチンホイールが汚いね、これもチッピング塗装したんやけどね、茶色になってます。こっちもね、まあ、あとはまあ、テッチンを生かしたまま揚げ板にするかゴツゴツタイヤにするかって感じなんですけど、でもまあとりあえずちょっとずつ昔みたいにね一気にいじるんじゃなしにちょっとずつやっていこうかなと思ってるんで、またよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。田舎に来ました。これ多分フットサルのコートやね、フットサルのコート。田舎に来ました。どこでしょうどこでしょうっていうか全然知らんとこです、はい、ということで、こうやったらいいか、こうやったらいいか、はい、モザイクですね、はい、こんな感じです。モザイク、はい、では以上モリングでした。じゃあね。はい、取り付け後の映像になります。まあこんな感じで、今開けてる状態 で今ねちょっとマイク車来たらちょっと避ける
車が来た。もう撮影の邪魔しないで、軽トラ乗っちゃう。